よかった。体が全然痛くないや。もうすぐ私死ぬみたい。俺もすぐ死ぬな。君は一人じゃない。ヒクロさんには死んでほしくないな。私あんまり役に立てなかったよね。ごめんね。そんなことはない。頼んだ。そんな風に言わないでくれ。初めて会った日のこと覚えてるかい。うん、ヒクロさん、親方様のお屋敷で迷ってた私を助けてくれた。違う、逆だ。あの日に会った君はあまりにも普通の女の子だったから、救われたんだ。些細なことではしゃいで鈴を転がすように笑い、柱になるまで苦しい週があったんだろう。それを少しも感じさせない。君と話しているととても嬉しい。まるで自分も普通の青年になれたようで幸せだった。他のみんなもきっと同じだったよ。そこねくに明るく優しい君はたくさんの人の心も封鎖している。そう、胸を張れ。俺が誰にも文句は言わせない。君が俺でいいと言ってくるなら絶対に君を幸せにする。今度こそ知らせない。必ず守る。